それでは第3試合ストロー級50キロ以下しつきあんり VS ゆっちゃん戦に出場されたしつきあんり選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。かなり激しいどつき合いが展開されてましたけど、はい、対戦相手のゆっちゃん選手いかがでしたか？はい、もうガンガン来て、やっぱ体力があるなと思いました。もう私なんかね、もう途中でちょっと息切れしてしまったのと、で、こけたんは別にダウンじゃないんですけど、はい、一つだけ言わせてもらうと、けどね、もうやっぱ体力は向こうの方が全然あったんで、でも力は負けてなかったと思います。はい。ありがとうございます。セコンドの声とか聞こえます？全然聞こえなかったですね。聞こえてないよな。もうずっとどつき合いやったんで、もうそっちに集中してて、声が全く聞こえてなかったですね。何度も倒れずに前に前に出るスタイルが本当にかっこよかったなと。ありがとうございます。エリアに来たら、いやもう単純に練習不足ですね。もうもっと鍛えたら強くなるっていうあるんですけどね、はい、なちょっと余裕ぶっこいてたな、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは最後に応援してくださったファンの方に向かってメッセージをお願いします。はい、応援してくださった方ね、もう余裕やろうとか、もう絶対アンリちゃんやったらいけるとかって言ってみんな言ってくださってたんですけど、まあ、判定で一つも取れへんくてこんな結果になってしまって申し訳ないです。でももう次はもう必ずもう一度ね、本気で練習してリベンジしたいと思ってるんで、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。以上しつきあんり選手でした。